はい、皆さん、今回はこちらデスペラード 800X をご紹介します。え、知らないっすか？マジで？そのバカな。こちらもうスズキをね、代表しないビッグクルーザーです。というのもですね、日本での発売時期が非常に短い。発売が1996年11月ですが、カタログを落ちしたのはね、98年なんですよ、確か。まあ、2000年前にはもう発売終了してたんで、国内ではわずか3年足らずの流通でした。ちなみに800の半年前にね、400番が発売されてまして、こちらはね、まあちょっと長い4年ほど売られておりました。大して変わらないですけどね。以前の、まあ、アメリカンバイクの動画でもいろいろ言ってますが、90年代中期からはハーレーに沿わせたこうチョッパースタイルではなく、このようにどっしりとしたクルーザータイプが流行り始め、その中でスズキが送り出したのがこのデスペラというわけです。開発コンセプトはロー・ロング・ストロング。なお、このデスペラードはね、ならず者という意味です。海外だとマローダ800の名称ですけど、まあ、日本ではデスペラードで、でまあならず者と聞くとね、あのロシア人、有名な外人のね、 YouTuber さんしか思い浮かびませんね。皆さんもご存知ですかね。何にせよ、まあ、個人の影響力ってのも侮れませんよね。その例として、西海岸で飲むいつもの味、僕にとって新鮮味がないことが成功の証だと思うというフレーズによって、ブルーボトルコーヒーのイメージがね、大きく変わりました。ちなみにこれ以前のスズキ製アメリカンでは、イントルーダーが侵入者、マローダーが略奪者、ついでにバンディットが山賊の意味、当時のスズキは21世紀のマッドマックスの世界になるとでも思っていたのだろうか。まあこうやってね、愛を持っていじれるのも、それが許されるのもね、まあ、スズキだからと思っておりますけど、車体を見るとね、非常によく作られております。うん、久しぶりに間近で見ましたけどね、がっちりしてる。アメリカンとしてはね、異質な設計もちらほらと。まずその最たるものがこのフロントフォーク。当時のアメリカンでは珍しいというかね、国産クルーザーでは初となる倒立式です。あのね、整列フォークのインナーにね、こうカバーをかぶせて太く大きく見せる手法も多くある中、リアル倒立で攻めました。しかもね、キャスター角は35度と、まあ、大きく寝かせて安定感と迫力を確保。ストロークもね、約140ミリくらいとね、なかなかたっぷりあります。後で話すんですけどね、 X はね、このアンダーカールついてるんですけど、そのくらい寝かせないとここのクリアランスが出てこないなっていうのも、確かな話で、はい、そこからね、このように下に伸びていくと、このフロントホイールは3本スポークのね、16インチアルミキャスト。前後ともにね、こういう風にね、ちょっとリブが切られてるっていうか、加工されてるっていうかね、デザインされてて、ちょっとおしゃれなんですよ。で、他社がスポークホイールでレトロ感を出す中、労働強引な装備でアピールしました。あとね、いろいろ今は選択肢ありますけど、こうチューブレスタイヤが履けるっていうのも長距離走行では嬉しいところかなと。はい、あのね、スポーティーな装備っていうのはクラシカルにおしゃれに見せたい時にやっぱり邪魔になってしまうこともあります。まあ、ハーレーをね、古く仕上げるっていうのも、まあ、そういうのが顕著かなと。ストリートバイクが流行っていた90年代後半はね、ぶっちゃけメガスポーツ以外は機能性なんて二の次で、こう右に習いでね、いかにかっこよく見せるかが大事。まあ、その辺はね、いつの時代もそんな変わらないかもしれませんが、このデザインやシルエットは当時の流行りを捉えつつも、その性癖はね、確かに隠せないという。あの復刻デジモンも、今やってるシンカリオンチェンジザワールドも、なんならね、新しいポケモンのアニメも主人公の年齢とかがね、結構高めなんですね。大人向けというか、いろいろ事情があると思うんですけど、やっぱり気持ちの良い明朗な少年の冒険探ってのが根底にあってほしいと思ってまして、だからね、これもそういうことです。気を取りなして、ね、この外観を見ていきましょう。この車両は通常版と異なり、このビキニカールとこのアンダーカールを標準装備、これがね、スパルタン X の証です。そしてね、 800X の純正カラーはこのパールノベルティブラックの黒一色だったかと。色味的にもね、こうクラブスタイルというかドラッカーの雰囲気がね、たっぷりですね。で、まあタンクのデカールで、上側にはね、こうちょっとトライバルっぽいような、俺悪だぜっていうアピールをしてますね。この辺はステッカーでございます。黒金っていうのは、まあホンダならね、 JPS カラーかな、僕的には。でトヨタなら霊柩車。というわけでここまで話しまして、デスペラード X はマグナとエリミネーター SE の雰囲気を合わせ持った、スズキ独自のロー&ロングマシンとも捉えられます。お次はパワーユニットです。デスペラはね、以前紹介したイントルーダー系の後継機でして、エンジンの仕様はほぼそのまま使われております。水冷フォースト 805cc SOH4 バルブで、この45度バンクの V ツインは健在。
これね、シリンダー感がやっぱりすごく狭いんですね。90度を標準とするならその半分ですごいハイレムです。でこれに関してはね、以前の動画でもまあ話してますけど、マスの集中とかね、そういうのにもね貢献してるかもしれません。はい、まあ以前もね言ったかもですが、ぶっちゃけベースエンジンの元になってるのは VX800 でして、これのクルーザー版といったら、それぞれのオーナーさんはどんな気持ちになるかな、嫌がるかな、どうでしょうか。でプラグはこの上側かな、あったあったあった。これ多分タンク外さないと交換できないですね。バルカンとかね、ドラッグスターとかそういうのはね、外さなくてもそのまま交換できたりするんですけど、整備性という面ではなかなかに。でキャブは2個です。後ろと前で、別々、前後で異なるタイプを採用してますね。片方はダウンドラフトタイプ、まあ、フラットタイプを採用してます。このカバーもスクエア型というか四角くて、この真ん中のとこにね、ヘアライン鈴木って書いてある。これもちょっといいね。でこの最高出力は6000回転で50馬力を発生させます。まあ、ツインと考えればまあまあ強い。ちなみにガチンコライバルだったバルカン800だと58馬力です、うん、で他だとね、シャドウ7半が44馬力、スティード600が36馬力、逆車ですけどドラスタ650が約40馬力って感じですね。なんだかんだね、やっぱそれなりにパワー&トルクがないと困るっていうのもあります、うん、デスペラードは400、800ともに共通のプラットフォームでして、まあ、800は400並み、逆に言えばね、400が800並みという、何にせよね、結構大柄ではあります、車体自体の大きさ。はい、今回オーナーさん来ていただきました、ならず者の日直さんです。よろしくお願いします。日直です。デスペラード 800X ですね。そうですね、多分400と800でも800の方がちょっとマイナー。そうですね、でその中でももっとマイナーな X なかなか見る機会ないですよ。これはいつぐらいに変わると思う。だいたい10年ぐらい前ですね。10年も。そうですね、10年前ですけども長いですね。その前もアメリカンとかそういうのが。いや、もう初めてのアメリカンで、もう本当こういうのは乗ることないだろうなと思ってたんですけど、まあこれ出た当時にやっぱりデザインが、まあこの統一王国でバカじゃないのみたいなアメリカンでとか意味あるなってですそう、その時のインパクトは残ってて、まあクルーザータイプには興味はなかった。全然そうですね、まあインパクトあったんですけど、この時に欲しかったのがだから GSXの400の東京タワーが欲しくて。ああ、なるほど。その時はまあ旧車ですけど。そうそう。その時ずっと探してた中でこれがそのバイク屋に置いてあって、なんだこのバイクってその時は。売れなかったんでしょうね。そうですね。すぐになくなっちゃったっぽいんで、やっぱり。そうだから、その初めて出会った時はなんだこのバイク。まさか自分がオーナーになる。そうですね。じゃあ昔は何乗ってたの？まあこれの前が GSX400 の XS 東京タワーのハルカルのですね。マニアックですね。そうですね。でまあその前が GF の250、その前がバンテッドの400と。鈴木の回し物みたいな。え、じゃあ車両もこれは今1台だけ。あと今アドレスの125がということはもしかして車も。車は今鈴木のスプラッシュスプラッシュオール鈴木揃いましたね。役満ですよ。あとだ、名前が鈴木になればそうですね、結婚したりして、こうあれば向こうの鈴木さんを募集してますねデスペラードマニアックすぎて、日直さん言ってましたけど、そうですね、鈴木では取り上げられない、ね、鈴木乗ってる人でも何これっていう感じですか。そうですね、あのロゴもね、ここに薄く入ってるだけなんですよね。主張がそんなにないっていうか。そうですね、まあ確かに何だろうって思いますよね。当然声かけられたりもあまり、まあ声かけられてもこれハレでしょ。あ、国産では絶対来ないですね。オーナーさんからしたらちょっと心外ですけども、上のバイクに見られることはやれてまあそうですねオーラはありますよ。大きいですし、なんだかんだ800で車重は約221キロ、 X だともうちょい重いのかな。まあそこそこ重いですけど、そう聞くとこのクラスのアメリカンとしてはね、そこまでじゃない、ちょい軽いぐらいだから、それ回しはねやっぱり大変かもですけどね、それよりもね、この最低地上高135ミリなんですね。だからね、このアンダーカールがちょっとバキバキにならないかね、心配ではありますね。それで砂利道とか通った時ね。ただまあフォワードコントロールではありんですけれども、フレーム位置よりはねちょっと高く上げられてる感じなのかな、ステー使って。なんでステップがするっていうこともね、そこまではなさそうなんで、走りの面ではそんなに気を使う必要はなさそうですね。真四角ですねこれね。
加糖式、加糖式ではなくて、なんかゴムがムニムニ動くっていう感じです。はい。ここにやっぱ靴が当たっちゃうんですよね。ああ、なるほど。確かに確かに、今当たってるところがやっぱりこうメッキ剥がれてますね。どうしてもここは当たっちゃう。そう、こう乗ってる時に。そうか、こういうもんだって分かった上で乗るか、ちょっと保護カバーみたいなのあったらつけたらいいかもしれないですね。はい、すごい出っ張ってるわけじゃないんですけど、やっぱどうしても靴が当たってしまう。ロットも長いな。個人的に気になったのはやっぱりアメリカンでアンダーカールっていうと、なんかこうバキバキになっちゃうイメージがあるんですけど、そんなことは。実はあの知り合いでこれの400乗ってた人がいたんですけど、やっぱりすぐ割れるって言ってましたね。まあ道選べばいい話ですけど、全部が全部そうもいかないようになって、そうですね、普通に走っててもだから割れちゃうって言ってましたね、その人。これやっぱりで思ったよりでかいし、思ったよりまとまってるっていう感じですね、このカード。そうですね。あとは最近車検でライトが暗いですねってキャブ車時代のもの、90年代ですからね。そうですね。でもちょっと LED にはしたくないなという。なるほど。エンジンかけてライトがオンになるんだけど、はい、暖色系の黄色がかった感じ、そうじゃないとなんか見てて嫌だなって感じです。そうですね。30年近く前のバイクですからね。そうですね。あ、ここのサイドカバーみたいなのもね、形かっこいいですね。ここね、あえてメッキじゃないっていう、ここも。はい、他もざっくりといきましょう。このハンドルはね、アメリカンよろしく、ポスト一体の、ね、インチバーですだよね。ほほほ、フラットっていうか、思ったよりね、そんな大きく湾曲とかはしてないですね。バー自体はフラットな感じです。でハンドル交換もね、やろうと思えばできますしね。この形のまま車外比もあったりはします。はい。でグリップもこのようにね、メッキ輝くアメリカンタイプ。スイッチはこんな感じで、はい、シンプルなものとなっております。スイッチハウジングは結構ガチッとしてますね。色もね、ちょっとチタンカラーっぽい感じで、なんかね、アメリカンというよりはスポーティーな感じに振ってますね。ブレーキレバーの方だけですけど、4段階調整可能ですね。はい、そしてメーターはね、アメリカンよろしくない、トップブリッジのマウントです。タンクオンメーターなんて邪道と言わんばかりのレイアウト。専用ステーでね、ここもかっこいいですね。アシンメトリーになってる。で、このメーター自体は180キロ、まあ、メモリは190かなのね、ほんとシンプルなもの、これ1個だけですね。で距離計はありますけど、インジケーターなんかも最低限のもので、やっぱりシンプルです。メーターはこのリング込みで約 9.5 センチですね、950ミリです。はい。あとメインキーはね、こっち側車体右側にあるんで、ステン周りはスッキリって感じでして、ハンドルロックも別々です。ハンドルロックこっちというわけでね、まあ別々なんで人によってはちょっと面倒に感じるかもしれません。実はここ傷だらけなんですけど、おお、タンクの下のところね。本当はこうキーホルダーいろいろついてたんです。はい。高速ではしてるとカン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 。ああ、なるほど。こんだけ傷ついちゃったんで、で今はこうぶつかっても大丈夫なものに。ふさふさに。はい。じゃあキーホルダーはなるべくメタルっぽいのとか、傷がつきやすいのは大きいものとかやめてくださいってことです。そうですね。確かにここは削れちゃってますね。デスペラード今後乗る方はここを注意。これはふさふさ、何かあれですか、ミンクの毛皮みたいな。いや、なんかフリーマーケットで売ってたんで。燃料タンク容量は約13リットル、従来のイントルーダー800よりも、ね、1リットル増えてますけど、まあ、クルーザーの中で相対的にはやや少なめです。後ままの、ね、イントルーダークラシックだと、ね、17リットルありますし。でこのホイールのスポークデザインに合わせてなんですかね、3本のなんかシュッていうやつ、爪痕みたいな。こうやって見るとやっぱり引き締まってますね、全体的に。いいなと思うんですけど、ちょっとよく言われるのは、はい、ここの3本の線これがないとかっこいいのにとか。 あとはだから この G ちょっとかっこ悪いよねという、こうかっこつけちゃった感じ。そう、なんか逆になんかこれが鈴木だよね。そう、あと何気にここに V ツインドラッグなんとかっていろいろ書いてあるんですけど。本当ですね、なんとかって書いてますね、なんかそれが鈴木だよね。でもなんかこれが乗ってる人間としてはこれがいいんです。ここをキープしたい。そうそうなんですよ。これの良さがわからないな。アメリカンイコールカスタムっていうのもあるし、ね、無印のやつでもオールペンとかする場合も人もいたりして、まあ、カスタムパーツないですからね。でもいや全然探しても出てこない。マフラー変えようかなとか言ったけど全然出てこないですからね。車外パーツが、専用パーツがほとんど売りに出てなくて。そうですね。そういうところでは厳しいかもしれないですね。ただ自分でやっていくっていう楽しみあるかもしれない、まあ、そうですね。でもこれは確かにかっこいいと思います。確かにこれドラッグっていうフレーズがあるのは分からなかった。
鈴木的にもそういうイメージなんですかね。なんですかね。ちょっと言ってみたっていう感じな。パンフレット見ると水着姿というかそのお姉さんがこう立てたり。とりあえずこういうもんでしょみたいな。結構模索してる段階だったかもしれないですけども。よっしゃ、では行ってみましょう。はっ、またがって押した、乗ったまま後ろに下がる。ああ、またがったままだったら頑張れる。ただの押し引きだとやっぱちょっと重いところはあると。よし、スタート。鍵はこっちだな。これ、あ、チョークか。チョークですね。なるほど、今メカニックが、はい、ありがとうございます。ちょっと深しぎみで発進しましょう。年中走るからちょっと冬場にも合わせたセッティングって言ってたんで、ちょっと暑すぎると逆に機嫌を損ねるっておっしゃってたんで、そういうこと。よいしょ、ちょっとアルミニで回して、あー結構速いよ押し出し。あの車重はなんだかんだ230以上あるんでどうかなと思ったんですけど、バーハン仕様のアメリカンって感じなのかな。でもドラッカーに近いな、なんか乗り味というか雰囲気が。よいしょ、小回り、止まり効かせるのも難しい。ハンドル幅はねそんなに広くない、だから僕はね、はい、やらないですけども、すり抜けされたい方はしやすいかも。今そこそこ速度乗ってますけど、手足強いよ、強くてかなりガンってくるエンジンがね荒い。うん、突きがも強いし、だからワイルドだね。で人によってはスマートさがないと思うかもしれない、うん、荒々しい。でもそれはそれで制御されてる部分があるから、あのねもうちょっと軽いかと思ってた。かなりねエンジンワイルド、バラバラバラってスパトラっていうのもね珍しいですね。で結構ねキャスター寝てるんで、ハンドルに来る重みっていうのはあるんですけど、私は一文字に近いバーだから操作系っていうところだとね最初慣れは必要なんだけど、16インチ程度なんで、あの要するにクラシック系の小径ホイールになってるから、そういうところではね結構させやすいっていう、こういうちょっとした幹線道路とか高速道路が本領ですよね。ということにクルーザーといってもだいぶドラッカーテイストに知ってる気がするな。もしかしたら鈴木もそういうのを作りたかったのかもしれない。 VMAX とかエリミネーターとか X4 みたいな、もしかしたら。だって雰囲気がかっこいいもん、ここのコックピットみたいな。あ、振動も出るね、出る出る、すごいワイルドに来るもん。乗り方が足がっつりもう開き気味にして、かかとに荷重グッてかけて、なんていうの、振り回したいっていう感じ。なんかねもう、まあ、こうやって直線ちょっとそこそこのふーって走ってるだけだと分かんないけど、全体的に剛性感はがっしりしてる。それ以上に振動があるからね分かんないけど、フロントのねこの倒立とか具合もかなりどっしりしてるね。重さは正直あってハンドルにダイレクトにかかってくる。手足強いもん、こっからもっと慣れてクラッチカーンって離せる、スパッて離せるようになったらかなり速い。もう一瞬にして結構50キロぐらいまでパンっていっちゃう。これ800の強みじゃないかな。そういうギアフィなのかわかんないけど、違うな。よし、レーンチェンジもしやすい。だから安定してる。こういう直線多いとこだったら気持ちよく乗れる。気持ちいいんだけどエンジンがねちょっとならずものなんで、今のところ落ち着いて乗れないおお、こういう感じか。とりあえず分かったぞ、直線の感じは。まあ当然ねこういう作り、クルーザーアメリカンの作りなんで低重心ではあるんですけど、速度乗ってないとやっぱ重いね。強い。だからこっちである程度コントロールしてあげないと、800だからそれはそうだろうって思うかもしれないですけど、50馬力あって
ね、このミラーのプルプルも小刻みにずっと震えてる。いや、エンジンの主張強いよこれ。バイクとしての精度とか作り云々は置いといて、ちゃんと味付けされてる、キャラクターも作られてると思うよ。なんで売れなかったんですかね。時代にはマッチしなかっただけなのかな。当時の買った人もいると思うんですけどね、当然。当時これ買っていいのかなって思っちゃうかもしれない。ちょっと違いますもんね。お宝大使、お宝大使、こういうこういうちょっと速度が乗るバイパスとかこういう曲げるのが苦しいね。思いっきりちゃんとリアで曲がっていかない、リアがね来ないっていうか、かといってフロントもね操舵しにくいんで、中途半端なカーブとかだとどうなんだろうね。旋回性っていうところだとちょっと慣れが必要。リアからくるんって来てくんないんだよ、あんまりリアの方に。かといってハンドルがふわふわガタガタではないから、そこが救いであって、このポジショニングに慣れたいなって。いいね、スパトラのこの乾いた音、エンジンがね、V2 のこのトコ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 っていうので、ラーメン後楽園、もう後楽園ですよ。あー、小回り効くのこれ。あー、効かせずれ、ハンドル頑張ってやんないとダメだ。あー、強いね。下手なスポーツバイクよりも速いかもしんない。で、前かがみ、あー、いい。ここだと右グリップしちゃってきて、この猫背に体勢になる体勢がすごいしやすい。構え、ドラッグだよこれ、ドラッカーだよ。その装備とかね、仕様はアメリカンのそれですけど、ドラッグマシンだよね、今のこう構えた感じとか。僕の中ではこのカール好きなんですよ、エルミチックで。あの SR も乗った時もどうしてもね、エリミネーター純正のカールをつけたくて買ってつけてたんですけど、このね、ロケット風味のカウル、かっこいい。ここ構えた時はもう完璧にね、引き後ろにやっていいの。もうチョッパーとかそういうクルーザーじゃないの。曲げ込んでいけない。自分にすっごい曲げ込んでいかないとダメ。大きさもね、ちょうどいい。ちょっと大きいぐらいかな。シャドウ7半とかバルカンと比べたら同じぐらいかなと思うんですけど、そっちにでかすぎず小さすぎる。まだフルスロットルできねえの、高速以外じゃ。来るね、早いよこれは。安定感がすごいドンガツンと来る。自分でコース定めたところにパーンって強い強い。安定感半端ねえよ。逆に良すぎるぐらいな気がする。 V2 の強さを久しぶりに俺は感じている。ただクルーザー欲しい人はこれ選ばないかもしれない。ただドラッカーっぽいのが何かが欲しい人は結構いいっすよ。言っていいよ、言っていいよって言ったらあれだけど、ハーレーじゃなくてエルミじゃなくて今これただ出物がない。はい、ブレーキは前がね、フローティングタイプの i300mm ディスクと陶器個性の2ポットキャリパー、このシングル仕様です。フェンダーステートE、この部分だけを切り取るとクルーザーとは思えないスタイリッシュさで、後ろは i180mm 系のドラムブレーキです。はい、後ろのリム系はね15インチで、当時としてはね太めの150サイズタイヤを履いております。そしてね、このデザイン、ホイールホイールホイール、こっちはねディッシュホイールタイプをベースにちょっとくり抜いてる感じなんですけどね、やっぱりこうこのデザイン、ナスカの地上絵みたいな切り欠きが入っててなかなかにかっこいい。で駆動方式はというと、このようにチェーンドライブでございます。シャフトドライブなんてね邪道と言わんばかりですね。でチェーンサイズはね、530ですかね、まあまあ太めをセット。この辺もねメッキ使いすごい多用してますよね。ああ、タンデムステップのとことかも裏側メッキで高級感ありますよね。そしてリアショック、このようにフルカバードタイプですね。ここもメッキです。まあ一般的なツインショックですね。アメリカンとかクルーザーだと物差しとかね、それこそこう隠したりしてリジット風に見せるのが多い中、堂々としたいでたちです。
で取り付け長は 275mm くらいですかね。でこのリアフェンダーちょっと跳ね上がってる感じかな、ショートで、まあ、ちょっとボブフェンダーチックなんですけれども、これもカスタム感あってよしと。でテールレンズちょっとオーバル型滑らか、これはねマローダー250とかと共通かと思います。こちらの車両はねウインカーも変更されてます、砲弾型というかとんがり型みたいな、純正は丸いですこういう風に。で他にもこうキャリア、あとこの CC バックレスか、タネバックレスっていうかな、これも後付けされて積載力高めてます。まあ、小野さんねキャンプもよく行かれるそうで、というのはねこれね純正だとねヘルメットロックとか二掛けフックすらないんですね、はい、なのでこのように二掛けフック後からね、付けてますんで、はい、こういう風にこうネットとかが付けられるようにしていると。でなぜこれを取らないのかというと、ここの暗証番号が分からなくなってしまったからという、そういう事情でございます、はい、でシートもね綺麗六角形でなってるんですね。で前後こうセパレートタイプ、まあ、シルエットがね綺麗なんで一体型のガンファイターシートなんかも似合いそうです。セクションにこう CC バーあると荷物も詰めやすそうというところで、でタンデムもしやすそうという、というわけでねこのシート下見てみましょう。はい、このシート車体右側にあるこのキーシリンダー、ここに鍵をぶっ刺して、おっ、はい、回すと、おっ、後ろ側から、はい、シューッとこのように外れます。このようにちょっとした収納スペースが出てきます。決して広いってわけではないですけど、でこちらには ETC ユニットこのように入ってますね。でもまだまだ入りそうです。ジャンボ尾崎のホールインワン、あ、こういう感じですね、ぴったり。あと単行本とかそういうのも入るかな。さすがにね VHS ビデオは入らない。でもちょっと待って中身だけ、あ、中身もでっけえな、あー入らない、ちょっと楕円形になってるんで、そうじゃなければ入るんですけど、後ろの方だけだったら、うん、だからこの ETC の代わりにこっちだったら入りますね。ちょっと厳しいな、だからまあウエストとかグローブとかね、そういったものかな、お菓子とか、はい。そしてこのカバーこうパコって外すと、この下に、バッテリーあって、そこにアクセスできます。まあ、車体下の方にあったね、あのイントルダー400から整備性という面でも進化してますね。そしてこうオーナーさん見てください、このビヨーンで伸びた、これはあのジャンプスターター用のケーブルの取り出し口というかね、何かあった時のためにもうすでにこの車体の外側に放り出して、いつでもこうトラブルに対処できるようにしてますね。あのアイデアですね。まあそれでもねいちいち外さないといけないというのは面倒なところですし、こういうやり方もありかなと思います。でシートを入れるときはこの前側から入れて、お、やりますな、あー入った、お、結構簡単ですね、ワンタッチです、イエス。800だとこれがここにあるってことですね。あ、このね、ここにカバーがあって、そう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 、400だと物入れ、あー、ケースも、そう、こういうのがここにいなくて、うん、で800になるとこれが隠れるようになんかここについてた。なるほどなるほど、ただこれを買った時にはもう最初がなかったんで、なるこの形っていう感じで、まあ、パッと見の見分け方はそこもあるよっていうところ、ね、そうですね、はいはい。最後マフラーですね、液体はねこう左右前方向から出して、でこのシリンダー回って車体下で合体しての右側2本出し、でこちらはね、まあ、スパトラスーパートラップのねスリップオンでカスタムされております。往年のストリート系バイクだと定番でしたけどね、まあ、ディスク枚数でこうサウンドとか音量とか調整できて、まあ、これはね車検あるんで車検にもそういった対応させられるっていうのはいいとこですね。で純正もねこれと似たような感じのね横断型というか形になってます。どうしても液体が太いですね、これカバー？カバーだけど太いね。ライトもアイドリング状態だとちょっと暗いかなって感じ、黄色。チョークレバーはここですね、左前の方で、ああこれも凝ってる、ガソリンのトップのおしゃれな宇宙船型みたいな。
で割れた感じの音がすごいね。これまくらないかな。スパトラってこんなだったっけ。おお、このデスペラードのねカタログの一節にこう記されております。どこまで走ったかではなく、どう走ったかを問いたいと。あのアメリカ大統領ねリンカーンも似たようなことを言ってましたが、人生もどれだけ生きたかではなく、どう生きたかが重要みたいで、果たして世のこのデスペラードオーナーならず者たちはね、どこをどう走ったのか。まあ自分はねどうでもいいんで、まあ健康に長生きしたいとは思います。乗ってみてどうですか。 800cc っていうとまあ大きいなって思いますけど、ずっと400がメインで多かったんで、はい、大型もまあ免許持ってたんですけど、大きいから嫌だなっていうのがあったんですけどこれまずまたいだ時に思ったより小さいなっていうのがあって、はい、まあそんな重くもなかったですね、うん、でちょい乗りに出すのも意外と楽なんだんですね。やっぱ軽い。さっきねまだ乗ってないですけど、うん、押し引きした時に思ったよりはね、あっスーッて進むんですよ、ね、そうなんですよね。ちょっとコンビニに買い物に行こうかなって。でも、うん、楽っちゃ楽。楽、そうですね。あとはこのようにネットがついてる。そう、鍵忘れちゃう、番号忘れちゃう。おそらく荷物と積むんだろうなっていう。そうですね。でそれ一応ベッドフォルダー代わりの実は鍵だったんです。じゃあキャンプとかツーリングも行かれるんですか。そうですね。もう主にツーリングっていう、まあ、キャンプ。キャンプ、あキャンプメインで。そうですね。こう山盛りにして。山盛りで。こういうサイドパニアケースとかそういうのつけ、いやもうそういうのはこんなデザインがいいのになんでそんなのつけちゃうんだ。そこ見せたいし、そう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 、こんなデザインいいのに壊しちゃってどうすんだっていうのありますからね。そこ大事です、ね、はい。まあアメリカンでね各地回る人もいますけど、なかなかツーリングバイクっていうわけでもないじゃないですか。そこら辺であと遠出するってなると、いろいろこう故障とかそういうトラブルも心配になっちゃうんですけど、でやっぱでもスズキなんで国産なんで、はい、そんなないですね。電気系は確かに弱いといえば弱いんですけど整備なんかは結構バイク屋さんにお願いして、もうそうですね、自分でやると戻せなくなっちゃうんで。わかります。怖いんで。じゃあ懇意にしているバイク屋さんも悪いっていう感じ。まあそうですね、はい。じゃあ10年間乗ってきて今までそんなにトラブルっていうか、いやネジが、はい、ナンバーが1回脱落してた時があったとか、あとここがいきなりここのネジが外れて、ああなるほどそこら辺のクオリティはどうなのかあれです、でもそんな乗ってると思えないぐらいツヤがすごい、メッキとか大事にされてるって感じです、ね、いやでも実はほとんど放置。放置、そうですね。僕の続きのバイクなんてはよく早速サビだらけですけども、意外と質がいいのかな、天サビぐらいで。あと雨の日は乗らないっていう。あそこは、ね、じゃあ高速道路も多用して、そうですね、行くって感じですね。一応本当にどこまで出るのかなってやっぱ気になって、はい、あのサーキットでやってみた、まあ、そうですね、はい、その時に165まで165あのところでダメってですね、まあ回りますね。そうですね、安定もしてるでしょうし、それもう全然本当直進は、これ実はちょっと前にこうやって行くともう本当サーキット走行っぽく意外とできるんです。でここの前ですね、あ高速もカウルのこのそうなんですよ、ちょっとロケットカウルっぽい感じですね、こうやって見ると。そうですね、だから高速行った時も走ってもこれでお腹に風が当たることないんですよね。ほうほうほう。雨の日も実は、ね、役目はしてるんですよ。なるほど。もうちょっとこうやるとまたがってるとこ見ると足投げ出すっていうよりは、ちょっと足なんですか、前の方に乗せるっていう感じですね。そうですね。ほうほうほう。意外といろんな乗り方ができる。なんかやっぱこうやって見るとドラッカースタイルっぽい感じですね僕のイメージですけど、他の人が乗ってるのすれ違ったことないんで実際どういう風に皆さん乗ってるのかも分からずあんまりそう本当そういう意味で情報ないんですよね。はい、これね、はい。じゃあ失礼します。後ろから行ったくなるのかな。よっとほっと、うん、引き起こしとかでちょっと軽いんですよ、意外と見た目に反して。そしてサイドスタンドがちょっと遠いと。はい、デスペラード 800X のシートコは700mm です。身長179センチの私でもこのようにほわ余裕ですね。両足バッチリです。そしてよいしょ、サイドスタンドがちょっと遠い気がする。ポジションはね、まあフォワードコントロールポジションで足を前に投げ出す感じなんですけれども、ネックがね結構寝てて、でこのハンドルがこういうんじゃなくてここでこう添える感じ、ネキと敵って言ったらあれですけど、いい感じにね手が収まるんですね、腕の位置が。だからそこ全体の距離がキュッて詰まってる感じ。さっき日直さんがやったようにちょっとこういう風に伏せるのも覆いかぶせるだけでいいみたいな感じ、遠くないんですねここが。だからそこのバランスがすごく取れてると思う。シートが結構ツルツル、うん、
だ乗っててもなんかドラッカーっぽい感じですよね、やっぱね、安定志向な感じのポジション、うん、こんな感じでしょ。たまにいるかもですけど、ハンドルごと変えるとアダプターみたいな感じで低く構えるやり方もあるけど、それはそれで意外といけるかもしれない。タンク幅はねちょっとあるけど、この先っちょが奥歯みたいな形になってるけど、うまく合わせればかっこよくなりそうな気がする。でリアまでどうかな、あ見た目よりは長く感じないかもしれない、またがってる後だと。だシルエットだとやっぱ長めなんですよ。ホイールベースがね確か1645mm、これはこの車格に対してはちょい長いぐらいなんですね。だからやっぱり安定志向そう、もっとこうズカーンっていう感じかと思ったら違う、ネイキッドをギュッと潰したみたいな雰囲気もあると思う。そういう意味で普通のバイクからかけ離れてる感じはないですね。でシートはねちょっと幅広かな、足は開く感じ、お尻の位置、逆に座面の面積は広いんでお尻はふかふかっていう感じ。お、今ふかふかしてると結構ふかふか、結構こう走りの用途は広いかもしれないです。回ってるね感じとかがね、今自分でリニアに結構感じられるんです。そういう意味では接地感がありありに、個人的にはフロントが持ってき方が難しいな。リアの接地感はすごく、ね、豊かに感じるんですよ。回ってるのとかしっかりわかるし、さすがこれノーマルで少しねこうクワな柔らかい感じはするんですけど、そういうのもあるのと、こっちがちょっと合わせる必要はある。このデスペラードのキャラクターに癖はある。それがかっこいい、エンジンのこの歩道感と乗ってる自分のこのなんとなく想像するシルエット、スロットルワークもねラフにガンガン対応してくれる。このキャブさえ合わせればもっともっとガンガンいけると思う。もう滑らかになるっていうよりは強さを引き出していけるっていう感じで、フロントも剛性たっぷりだからねきっとね、強すぎだよきっと、うん、ストロークとか沈み込みはするけどガッチリ感がすげえもん。よくわかんないけど倒立イコールそんな剛性感というイメージだけど、うん、ブレーキはほどほどかな。多分本気でかっ飛ばしてる時になんかこう急制度とかになったら多分若干弱いかもしれない。どっちかというと奥の方でビューって引いてくる感じ。僕はもうこれクルーザーだと思って今最初接して乗ってそういう乗り方しようと思ったんですけど、それよりももうちょっとスポーティーなんですよね。かといってこう旧型のエルミネーターっぽい雰囲気で乗ったら乗ったでまたそこにこう違うっていうか、すごい難しいところ。クルーザーでいいんだけどだいぶドラッカーテイストって言ったらいいのかな、すいませんなんかそのまんまな感じですけど違和感はある。だからどっちで自分が落ち込んで乗ればいいのか未だにわからない。ちょっと少し乗った程度で、まあ気にすんなよって話なんですけど、デスペラード、あこういうことねっていうのが分かった、うん、ハンドルは変えたくない。変えるならもっと下げてもいい、どうせならもとことんそっち方向に振っちゃっていい。で今こう今茨城県の方に来てるんですけども、こういう直線の多い道とかあんまりこうゴーアンドストップが少ないところがいいかもしれない。これ都内だったらちょっときついかな、乗れなくはないけど、なぜならダッシュ力があるから、思ったよりダッシュすごい余裕あるからエンジンで、ギアもねどこ選んでもね結構来るんだよね。トルクが全部乗ってるっていうか、うまくやってるわこれ。ちょっと落ち着いてきたエンジンが、静かだねエンジン自体の主張は。でこれでいいっすよ、これぞジャパニーズクオリティというか、うん、ちょっとエンブレがめっちゃ強すぎるってわけじゃなくてエンジンの具合がいい、50馬力を意識しなくていいと思う。全体的に強いです、実用速度域で全部が全部強いっていうか使える。どのギアフでもいけるもん、うん、そういうところでは扱いやすいかもしれない、荒々しいけど。まあモデルフっていいかっていうとあれですけど、 800cc っていうのがよくできてるなと思って、だからこれのインテルダ800とか VX800 も乗りやすいのかもしれないなと思って、結構な速度域にも全然ついていけるし余裕で回してる感じがねそんなない、そこそこの回転数、私はちょっと低回転ぐらいかなので
これならね、ちょっとツーリング日直さんが違うので、いろいろとバランスいいかもしれない。大きすぎてもあれだし、ね、リッター超えちゃってもあれだし、400だとちょっと心もとないかもしれない。直線8割、コーナー2割ぐらいの割合で考えていきたい。信号あるけど、まあ許容範囲かな、分かって乗ってくださいと。思ったよりジェントルではない。分かってくるか。エンブレも強いけど穏やか、ガーンと来ない。いい感じだね。よし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 。あー、ワンテンポ遅れて。自分の走りがぎこちないよ。前とね、後ろの連動がちょっと取りづらいな、なんか。リアがついてこないな。自分の乗り方だと。こういう道がいい。やばいよ、これ。足も楽だし、こういった状態でもハンドル操作とかしやすい。うん、逆にこっちもクニクニ動くな。そう、ハンドルにこう荷重を押し当ててやるっていう感じかな。回る段途中とかでね、若干リアが抜けるような感じがするんだけど、個体差があるから、それがね、ちょっと全体的にふわふわと押せちゃう感じ。でもエンジンのギクシャク感とかは全然なくて、一回直線に入っちゃえばもうすごい安定感。振動は出るんだけど、この振動がね、なんか気持ちいいの。高速か、高速だね。高速道路だとちょっと頭打ちが来るかもだけど、中速域の範囲がものすごく広い。まあ出足から強いんだけど、トップに入れてもちょっと回したぐらいまでが全部がね、すごい広い。綺麗につながるし、ここまでだとは思わなかった。乗りやすいっすよ、そういう意味では。ただブレーキがね、その速度域に対してちょっと甘いかなという時もあったりとか、サスペンションの兼ね合いとかもあるのかな。ディメンションなのか分かんないけど、そういうとこ自分がこのバイクに合わせてチューニングしていければ、バイクをいじるっていうよりもね、ハンドルが安定してておとなしいんだよね。ちょっと走り出すとね、ガオーンっていう、もう行こうぜって言いやがるこいつ。ガコガコも来ないね。でもね、二速度が今間違っちゃって話しちゃったけど。だからそういうところで使いやすいですよ、これ。強いよ、一回火入っちゃうから。あー、慣れてきた、慣れてきたよ。いいね。うん、だから俺の中でこういったらすごい申し訳ないけど、俺の中では鈴木版のエリミネーター。 V2 の、ね、この鼓動感、振動は現在来るもダンって回した時に、ここがね、やっぱこうアメリカにしてるからね。ギアをちょっと下に回しててもいいし、ちょっと上の方で穏やかに回転数を合わせていってもいい。その速さをね、あんま感じさせない、やる一定まで。だから怖い、逆に。結構あっという間に速度乗っちゃうもん。まあ、SS の感じとはまた違うんだけど、乗り慣れたら乗り慣れた分だけ、相棒感出るかもしれない。これは。V2 を好きかどうか共有できるかっていうのもあるしね、アメリカンというか、クルーザーというか。乗るよ、なる。絶対曲がるのは大丈夫。急な仕事には耐えられないかもしれない。ハンドル重てえな。ハンドルっていうかフロント周りが重て、どっかでカクンってもくるし、感覚がよし、掴めてきた。いいよいいよ、大丈夫、分かった分かった分かった、いい、ここに来て分かった、多分30分1時間ぐらい乗れば慣れます。あとはエンジンが非常に調子いいから、これ買ってもね、うわーっては思わないと思う。逆にこれ欲しいんじゃないか、行っていい、フルフルフルって言ってんの。もし車上がると、できるできる、グリップになる。慣れだね、安定させられることができる。ただ不意の挙動とかは厳しいかもしれないな。ああ、分かった。いや、乗ってきましたよ、分かった分かった。いいバイク、すごく使いやすい。でも売れなかった理由もちょっと分かる。っていうのはドラッグスターとかね、スティードと比べてですけど、あっちはね、カスタムサンプルもあってもうそういう雰囲気で乗りたいんだけど、こっち違うんすもん。なんかね、どんどん前傾姿勢になってくっていうか、やっぱり前のめりに。だからそこが違うのかなと思うけど、
乗ってればね、今乗ったらすごいこれいい。050とかもすごい速いし、今来て、そう。あとは、燃費が悪いです。お、どのくらいなんでしょう。キャブ車なんで気候とかにも左右されるんですけども、一番ひどい時がレギュラーでリッター 12、ええっていうのがあって、で廃屋にするとリッター1キロ増えるんで、計算するとそっちの方が安くなるので、廃屋を入れて100キロ超えたら燃料入れるって感じで。ああ、なるほどなるほど。そうで、ちょっとこの間っていうか電気周りを全部オーバーホールして、うん、今リッター18いくようになったかな。いい時で20高速とか使ってて、ああ、よくはないですね。だから環境にはよろしくない。ならずものですか。ならずものですか。ならずものですか。いやー、このこれを愛せるかどうかですねそこ来ましたね、うん、好きなバイクがたまたま大酒飲みだったみたいな感じで、それぐらい惚れたもん負けみたいな感じですね。そう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 、トータルして入れるとそっちの方が安くなるという。燃費が1キロ伸びる分年間結構乗る人とか1回の距離乗る人はそっちの方がお得かもしれないですね。そうだからツーリング行くたびにちょっと燃料入れ回して、お100キロ過ぎたぐらいでの本当入れるっていう感じ、そのぐらいがマージン取ってって感じですね、このデスペラード亡き後、2001年にはイントルーダークラシック800、400というより市場のニーズにマッチさせたモデルが登場。その後はおなじみのブルーバードに進化。これはね、王道を意味する、爽やかなネーミングを採用しました。特にね、400は日本でも人気が出て、賞味10年くらいは売られてましたかね、このクラシックとか、海外ではね、ブルーバードシリーズの評価は特に高く、国によってはイントルーダーの名前で発売されたりしますが、未だに根強い人気を誇っています。要するにね、デスペラードはあれです。内容はいいのに新旧のイントルーダーに挟まれてしまった悲劇のモデル。まあ、皆さんにね、ちょっと分かりやすく言うなら、アニメちびまる子ちゃんに挟まれた強ししっかりしなさい、もしくはね、おじゃ魔女ドレミとプリキュアに挟まれた明日のナージャみたいなものです。そんなデスペラード800の新車価格は、まあ、当時ね、税抜きで約70万でした。デビュー時はまだ消費税が 3% でしたね。でこの X の方はね、プラス1万円です。参考までに、同時期のバルカン800も同じくらいで、シャドウ750は4万くらい安かったです。まあ今の中古市場ではね、グーバイクだと1台もありませんでした。ちょっと驚きももぬき。ヤフオクでもかなり少なくて、結構見つけるのに苦労そうです。まともに走る車両で価格は、まあ30万から60万ってところでしょうか。ただね、400の方はね、グーバイクで5台も見つかりました。10年前なんでね、あの今とは全然違うんですけど、おいくらで買われたのかな。10年前に58万円ぐらいで出てたのが、たまたまキャンペーンで10万円引きで48万円で。おお、でも今の価値観っていうか考えから言っても全然、でも今このバイクを中古出してみると25万円とかそうですね、そう、めったに見かけることないんですけど出てきても安い。そうですね、じゃあ狙い目なんですよ今から。そう、今これ安いからセカンドバイクにどうですか、いいと思いますおすすめは800ですか。まあ400と乗り比べたことはない、まあ、ないんですけど、800は本当楽ですね。楽ですかやっぱり。移動する手段としては、走りを楽しむってなるとまた変わってるかもしれないですけど、まあ、車格が同じですからね、はい、それ買うんだったら倍の相手の方が、でも当然の話で。そうか、今そんな安いんだ。そうです。うわ、売ってればですけどね。売ってればそう出てこないんですよ。調べたらね、グーバイクで出てこないし、ヤフオクでも落札がほとんどないし、かっこいいと思いますよ。ただクルーザー系を欲しい人の価値観とはちょっと違うんでしょうね。みちおさんもその、もともと生粋のこうクルーザー気質ってわけじゃないんで、ないです。もしかしてどっちかというとスポーティーな方ですから、そういう人にこそでも刺さるのかもしれないです。はい、まあ、鈴木はね、おそらくこのユーザーの求めるものを分かりながら独自性を出す機会があると思ってまして、まあ、2000年超えてから出したね、あの GS1200SS なんかはね、良い例かなと。まあ、山口智子もね、それがあなたのいいところって言ってましたし。でこのように古いクルーザータイプではサベージとともにネタにされがちなこのデスペラードですが、時代とね、迎合しなかっただけで、今見ればこれほど魅力的に映る時代はね、ないと断言し、